さあ、ゆっくり、結構角度いっていいけど、降りてからの方がいいか。それぐらいなら飛べるか。ダメらしい。よし、お、なんか鳥がいる。案内してくれ。これは特別なところまで案内してくれ。ん？登ったもん。お、稽古台、あ、それか。オッケー。簡単とかいう次元じゃねえ。お見事。あれ？お見事。7本までか。最後間違えた。1233LLL お見事。あと2個だ。気力上昇まであと2つ。これ落ちたら死ぬよね。停止じゃなくてあのマップ見せてください。しかしこれどこだ。そっちじゃねえな。東郷の水田。いい子だ。うん、馬が通ることを想定されてないと思われる橋が。あんな。まあ、マップを広げながら、とりあえずここ向かいますかね。ここか。お前かな。私は琵琶法師ではない。さあ、こちらへ。御作の伝承を語りましょう。おっす、お願いします。御作？聞かせてくれ。喜んで。喜んで。二桃とせと磯島お前。赤島の族徒党を組みて対馬に害をなせり。その自分対馬の御作なる百姓、物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ。麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。お、御作は鎧を着て賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。凄まじい鎧を着た御作は強い。惑いた賊は後ずさり、よろめきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の言うを哀れみし、物の負の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。鬼の鎧みたいな感じだね。御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して情をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ったてあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。御作の鎧欲しいね。かなり強そうだ。
恐らくの伝説。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。青い飯島、言ってる言ってる、小清水、お浜、八幡です。八幡はさっきもらったね。赤島の丘の上で鎧を得られると言います。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。なるほどね。こうやって6個の鍵を集めれば、ね、5作の鎧がもらえると。外は明るくなってきた。赤島、なるほどね。こことりあえず赤島にたどり着こうか。一応もうたどり着いてるんだね。そして対馬のねアップデートが今完了、ね、あとインストールしなきゃいけないからアップデート準備が完了。とりあえず赤島までたどり着きますか。とりあえずこれとね、この鍵出てるとこを集めろってことだね。とりあえず赤島の村はもうここがそうなのかな。もうたどり着いてんのか。移動ができることになってるんで、やっぱそうだね。ここがもう、ノリオだ。だが他の層がおらぬ。この方を五作の伝説、ああもう次の物語に勝手になってる。金の鳥発見。待っておったぞ堺人。おお、行けワッパ。どういうことだ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。久しぶりの決闘だ。尋常に一本目侍スピリッツ風にね。装備を変えましょう。武家の鎧、者め所詮この程度か。息を切らしておるぞ。
どけ。拒否。攻撃回避を拒否した。さらば浪人。さらばじゃ。全然経験値もらえなくなっちゃったな。この鳥は俺を七に、ね、呼んだのかっていう。おお、歌歌うところだ。これも久しいの。不安を持って何何するか。枯れや不気味なる空、海遠く。海遠く水に隠れし命かな。うん、海遠くっつってんだから水が、うん、これ行ってみるか。温泉行きたいな。海遠く。海遠く。兄別れざる子たちかな。覚えることの日々にかたしか。二年の鉢巻き。さあ、とりあえずあと140m。もうこの拠点を落としたい。捕虜4人か。諸見え1人目。奥に一人。し。犬もいるな。し。し。1、奥に2、犬3、裏4、そして右側の棒ってところか。一番離れてるこいつを抹殺するかな。うわ、2人いるわ。うん、あー、犬もいる。よろしくないな、配置が。よし、チャンス。
こっちゃねえ。お前出とったやん。闇討ちって出とったやん。闇討ちしろよ。闇討ちって出とったやん。闇討ちしてくれってマジ。このことは生涯忘れません。もう安全だ。結構そういうとこあるよね。まだ3人も残ってる。あっちに1人。なんでや。水辺か。水の中釣りしてる。釣りしてる。水の中に引きずり込めんのかな、釣りしてるやつ。あ、釣りやめた。やめられちゃったな釣り。あそこももろだな。今ので一人間引いときたかったな。下から闇討ちは出ないね。出てないね。引きずり込めるかと思ったんだけど。中にいる。誰に見つかりそうなんだこれ。屋根の上にでもいるのか。これは狙うしかないね。今のは隙だらけだ。お、で次はあれだな。あいつがこっちの手前まで来た瞬間に後ろからかな。一人ぐらいは、あと三人いるな。うん、あの奥から二人殺してきて、その後考えよう。あいつ。兜かぶってへんか。ヘンドマン、
警戒警戒警戒、あぶんで、ヌゴサムライチノンソンタイバン、テンドワン、ハン、テンドハルワチワン、ネグルベテンゾハルワドワン、ヤモシチョウトマラタ、ウドキザハルタ、ダメやってマジ。ノーキングの人。おしょ、どうしょ。よし。ああ、結果ノーキングよ。逃がしてやる。このご恩は忘れません。さあ、早く逃げよう。明るくなってきた。テネグンベン、テルムンベン。月の方がいいらしい。月。え、一人だけ？ここ。やっと自由だ。道中気をつけよ。あと一人。あった、そこか。なるほど。うわあ、これはこれはひどい。もうあそこに爆薬投げつけたいレベル。ああ水に飛び込むか。奥のやつと手前のやつが近い。奥のやつが別のところを向いたらその隙に手前のやつに行きたいが無理か。裏回るか。先にあの家の中のやつをやるか。そこに2人とこっちの奥にもう1人ぐらいいたんだよね確か。
よ。うん、逃がしてやる。隠密失敗です。お客様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。よしね、とりあえずいい飯、いい島の鍵、これで鍵2つ目か。まあまあここの一応町取り返したし、みんな帰ってくるだろう。よし、久しぶりにレベルが上がった。よし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 、玉鋼ね。次 1.8 キロはちょっと遠いけど、まあファストトラベルかな。そこ、そう、ユナさんもいるし、違う、これ違う、マサコ殿だ。サクッとこっちのマップの鍵をここと、もう一箇所ぐらいあったっけ、それだけ回収してくるか。あとここだけか。よし、これに一番近いのはここかな。うん、まあこっから行きますかね。